皆さんこんにちは、フォーゲーマーのルッチです。はい、ということで今回はサモズボロやっていきたいと思います。サモズボロなんですけど、今こちらクリスマスのガチャが来ております。クリスマスフェスティバルグロリアスナイトかな。はい、今回はですね、まあ、目玉はこの辺りフラマとか、あとリエールとかチュチュフリネーダあたりですかね。新しいのは、まあ、正直何が来てもいいんですけど、このですねフラマが、まあ、フラマのスキルがですね、常にダメージ軽減がほぼできるっていうので、あの浴衣サイリスタ、確か常時3倍の HP2.5 倍のダメージ軽減時、6倍とかだったかなっていうのとかなり相性がいいという噂です。まあ、ただ相性見なくとも、まあまあ単体でもかなり能力が高いので、ぜひ入手したいキャラクターではありますと。非水属性ピコピコ、非水属性の味方は攻撃量が3倍、ダメージ 40% 減で同時攻撃で5倍ということで、まあ15倍、属性依存で15倍なので、かなり強力なのかなと思います。あとリエルですね、復活ができるよっていうキャラクターでございます。で、非光属性の味方は4倍で HP1.7倍で毎ターン HP が5倍と、まあ強力ですね。デフォで4倍でこんだけ範囲が広いっていうのは結構強いと思います。はい、チュチュハッピースノーレイン、自身が一旦の間攻撃6倍とで、盤面外周の敵に光属性攻撃力30倍防護貫通ダメージ、アンド攻撃力80倍10列吸い抜けダメージトラップ設置と、まあセカンドタイプがない攻撃タイプのみのキャラクターですね。6倍で防貫通ダメージでスリゲトラップ強いですね。お、しかも相性がいい。攻撃タイプの味方は攻撃力が4倍 HP が2倍、足タイプの中は光属性ダメージトラップの力が強。でもトラップの方は光属性っていう縛りがあるのか、エクレールとかあの辺と相性がそうですね。はい、フリネーダ、フリネーダは、敵全体に気属性超大ダメージ ×5×9 ランダム連続ダメージかける2ターン、アンド2ターンの間スキル使用負荷と、水木光属性の方は攻撃力4倍、あ、これもその感じですね。でダメージを 30% 減、スキル使用負荷状態の敵に対して攻撃力 3.5 倍、すごいな。更新に15倍ん ?3412314 番か14倍、すごいな。まあ、この辺りですね、1体でも出れば嬉しいなと思います。あ、石が足りぬ、ちょっとタイム。はい、ということでチャージが完了しました。今166個ですね。まあできで、うん、まあ1体でも出ればまあいいかな。まあ、僕浴衣サイリスタ持ってないんで、フラマーはさほどそのね、むちゃしいってわけじゃないんですけど、まあ、新キャラ出ればいいかなぐらいでいきたいと思います。今回はでもその上の2体あの他もピックアップされてるな、多いな。クリスマスキャラ1234、まあ星7かな。星7れれば一応成功ということでいきたいと思います。と、まあ、ちなみにですね、この確率アップが変わるのが後半が来るので、まあ、それも楽しみつつですね。はい、よっしゃ2個3個、まあこれはおお良い子さん、かわいいですね。まあこれは出るんですよ一旦ね、多分めくれます全部。おお、かぶる、はいはい、タピオね、タピオむちゃくちゃ出るらしいですね。はい、あメルディンもまあそこそこ246、うん、はい、アクエリスはまあいいでしょう。こっからです。まあ、でもやっぱフラマですよね、なんだかんだ言ってフラマがね、はい、あーラナね、まあまあいいでしょう。前方3列の時に味方全体残り HP40% 気属性ダメージ、あーリアリティ5以下強っ、リアリティ5以下は攻撃力 5.5 倍 HP24、 うわ強っ、これあれですね、あの塔の攻略とかに良さそうですね。はい、はい、ロキですね、246、はい、さごい、かぶらんないでほしい。あー、キャンドラー。まあ、いいでしょう。このクリスマスのオリジナルキャラですかね。また5以下だ、一応。あー、HP 寄りな感じかな。あー、石すか。石すか。まあ、一応ね、これ、
シャキッといとこ、はい、まあ、全然ね星7が出ない中でもこの3体が出たっていうのはまあ良かったと思います。もうちょいいきましょう。なんか出ると少々お待ちください。はい、気を取り直していってみたいと思います。はい、22連目。さっき3つもね、あの虹の雷に騒ぎましたんでね、流れは来ていると思います。来い、1、2、いいぞ、頼む。どうっしゃー、来たー、ナイス、イエス、いいと思います。ピックアップをすり抜けてね、この形ね。はい、リーダースキルがね、かなり使いどころがある気がしますね。はいはい、行こう。被るんかい。あ、ベリアル、星7ですね。これもありがとうございます。縦、横、斜め、前列の時に非属性攻撃力 ×30 倍ダメージのトラップ設置。うん、なるほどね。さあ、もうちょい行きたいと思います。もう出ないかな、さすがに。あー、まあ、流れはいい、流れはいいんだが、ちょ、これ毎回思うから、これ写メ撮ってもね、動画見る前にどうせ写メあげないんで、ね、意味ないっていうね。フリーネーダーは出たんですけどね、迷うなー、これねー、これねー、迷うねー。チュチュエクレール、迷うな、今いい流れ来てんだよな。リエールとフラマどっちか欲しいなぁ。チュチュも強いしなぁ。もう一回だけ。石あるし、もう一回だけいきます。痛い痛い。いい流れ来てるから、うん。1、2、うっそー、かぶりか。ラミエル。ラミエル最後だよ。欲張るんじゃなかったな。7かぶりか。まあでも結構7出やすいですね。うん、結構出やすいと思います。一応取っときます。はい、まあ、今回いいでしょう。はい、といった感じですね。今回のキャラクター目玉は、まあ、フラマとリエルあたり、あとは一応チュッチューとフリーネーダーも、まあ、一応注目というかピックアップの大事な新しく強い星なのといいますか、新しく追加された星なのですね、の中でまあ強いと思いますんで、この際狙ってほしいなと思います。あ、前引いたかもしれないな。ちょっとなんか見た顔がいた。うん、ちょっと引いてるかも。でも当たり前までなかったんで、こんだけ当たられたらまあ良かったと個人的には思います。はい、といった感じですね。今回の動画は以上となります。それでは皆さん、また別の動画で、バイバイ。